さあ、じゃあそんな感じでね、いろいろやってきたし。どうしようかな。と、種類で。まあ、ロイヤルキノコセットあるから、買いに上がらんでも大丈夫か。じゃあ、ちょっとこの奥行って、調査していきましょうか。もう、最後の方か？もしかして。決められちゃった。何何？ステージ8。スターストーンと伝説の宝。ほうほうほう。どうなるんじゃい？ん？本当に闇の宮殿か？なんだか気味の悪いところね。でもそんなこと言ってられないな。あいつらが動き出す前に何としてもピーチ姫を助けましょう。さあ行きましょう、マリオ。オーゲイ。ついでに。まあ、ある程度何でも調べたから、もう隠しアイテムとかないと思うんだけどね。とりあえず調べていくか。開ける。いや、普通に入れたよ。バットン。ついでに手前なんかある。なんだここ。こちらの方に何かありそう。ついでに、奥も行けるの。もしかしてこのストップウォッチか。まだまだあるのね。さあ、あのバットンって調べてるっけ。倒しちゃった。そうか、倒せるのか、もう。じゃあ、攻撃しないようにアタックしていかないといけないんだな。なんだ、大丈夫なんだ。音が変わらない。とりあえず、少しずつ、続きして倒していくか。意外と吸収されるな。スーパーガードせないと。ここか。オッケー。じゃあ手前はマリオが倒しちゃって。フラワー出るか。出ないと。よし、なんとかなった。ナイス。とりあえず、バットは、調べてあると思う。そっか、ぐるぐる目合わせね。とりあえず、ハンマーで、ハンマーでできない。サクッと倒して。というか、BGM が変わらないのが怖いね。フラワーでこう、回復ね。両サイドにはあるんだね、アイテム。もうこれでおしまいかな。大丈夫。さあ、次のエリアに何がいるかちょっと怖いところだね。この子、ふにゃふにゃくん。しかも赤いやつじゃないか。倒せるのか。おそらくそんなに。そうだ、ついでにだけど。いや、奥まで行ってからちょっと調べてみようか。ダメか。じゃあ普通に倒しちゃいますか。カーロンいるのか。カロンだっけ。いいね。じゃあ技も使わずに倒しようか。変なこと言ってしまったな。
とりあえず。あ、意外と強いな。あ、で、解除されるときにダメージ与えられる。よしよし、オッケー。まあ、とりあえずみんな調べてあるからね。使うには。いいねー、フラワーもゲットできて。まあ一応念のためこの甲羅で倒しておくのがベストでしょう。地上にいる場合はね。わっ、いや結構、あ、なんだやつらは。とりあえず、あ、もうないんだ。試しにだけど、あ、先制攻撃を来てしまった。調べたいな、ちょっと。4か、HP 意外と少ないな。裏をゲットできるだけ。あ、しまった。チェンジするの忘れてた。国族がどっか行っちゃったよ。じゃあ普通に地震アタックしたら何かあったっけ。わ、怖っ。今のダメージでねえ、やっつけちゃう可能性だって十分ありえた。とりあえずジャンプしておこうか。で、手前のお尻で、あ、名前今出とったな。よっしゃ、スーパーキラーね。スーパーキラー放題。まあ当たり前。3か。意外と少ないんだね。大砲の方をやっつけてねって。なるほどね。てか、BGM 変わらんのか。じゃあ入れ替えて。物知りで、後ろの、キラー大砲台か。調べていきましょう。スーパーキラー大砲ね。お、銃結構高いね。だからなんと早く。なるほどね。とりあえず地震アタックで、後ろを当てておきましょう。あ、もうちょっとだったのに。おし、スーパーガードうまくいったぞ。とりあえず、まあ普通に実機やっちゃうか。で、ハンマーで地震アタックで。よし。お、国族はみんな逃げた。危なかったなぁ、ちょっと。まあ、次のやつで国族が出てくるからいいか。で、ここにはもうなくて。なんだろう。なんだろう。とりあえず、クラウダさんに変えて。一か八か。あれ、攻撃力アップ失敗なの。ほうほうほう。あ、ここは確実なのか。よしよし。
駄な戦いは避けて。ん？なんか調べる方法ある？ああ。覚えゲーか、意外と。あ。なんかヒントあるかな？あ、そうか。こういって、真ん中行って、どこまで行ける？ここまで行けて、手前は大丈夫。とりあえずクラウダさん。そろそろ途切れていってもおかしく。誰ですか？誰ですか？よし、ここまで来た。で、一応、何もないことを確認して。あったらびっくりだよね。あ、セーブだ。さあ、じゃあこの子に変えて。まあ、ジャンプで超えるのが無難なんだろうけどね。おお、怖。彼も、もう知った風だから。あ、普通に倒す予定だったのに。普通に倒せるんじゃないか。おお、いいね。一発だ。これ火に当たるとどうなるのかな。おお、あ、やっぱ入り口に戻されるのか。次にクルリン浴はないよね。一応確認しておこう。あ、あるね。まあでも問題ないでしょう。あ、早めにやっちゃった。お、意外といけるのか。あ、そうなの。あ、よかった。ん？もしかしてあの真ん中の台座に隠しとかあるのか。あ、なるほど。そうなるんだね。やっぱりそういうことか。テレサの服ゲット。で、鍵に入っちゃおうか。ここを、一回受けて、二回受けて、OK。いいねー。回復。距離感つかめてないからな、残念ながら。多分もう何もないか。よし、次の扉入って、怖いな、こんなにでかい廊下。何かある風だけど、ん？調べる。グッカ、ここは何人たりとも通さぬ。あのお方が眠る場所を荒らす者は闇に落ちるがいい。闇に落ちる。おお、侵入者にここの扉の鍵を渡す。お、え、これでいいのか。普通にバンバン黙々とやってしまったな。
新アタックでもやっとくか。一応アクロバットもやっとって、で物知りで調べる。ナイス。ブラックカラーよ。カラーの親玉ね。おお。20、結構高いね。その場に行く。ああ、まあね。うん。でも、この矢爆発の残りで、とどめを刺すと、二度と復活してこない。おお。まあ、カロン、数が少な、時々仲間を呼んだりするね。まあ、それは分かってる。カロン、親玉ね。あ。スーパーガード、できてもな。意外とダメージいける。とりあえず次々ジャンプにしておくか。いや、ハンマーの方が良かったか。効率良さそうだな。で、アイテムキラキラ落として、で、とりあえず倒しておくか。で、普通にハンマー使えばいいか。で、このワーノコ太郎に変えて、あ、もう起き上がってきた。ええな。HP はあそこまで戻ってんの。次々ジャンプで、とりあえず。あー、失敗した。守備瓶コーラでやっちゃうか。やばいな。とりあえず技で守備瓶コーラで、次々ジャンプで倒していくか。あ、一体逃した。どうだ、起き上がってこないのはいいことよ。サンカーでもちょっと意外としょぼいな。あと一つ回復させてほしいわ。宮殿の鍵をゲット。一旦戻るか。ここは何もなかったんだろうね。ちょっと回復してからまた進もうか。さあ、じゃあ回復してきたので宮殿の鍵を開きましょう。ガチャリとな。おー、まだまだある。お、いいね、ウロトラキノコ。ちょっと心配だから緊急キノコも欲しいと。よっしゃ、まあいいや。あー、まあしまった、ハンマーだった。よかった、逃げていかないのだけど嬉しいもん。とりあえずこれで、技、アイテム、ぐるぐるめまやし、使ったら意味あるかな。あー、やっぱ意味ないな。石は、倒しましょう。で、地震アタックで、いいね。ああ、もうちょっとじゃないか。で、仲間チェンジで残ったろ。あ、もうそんな意味ないけどな。
ロコ太郎の普通の攻撃でどこまで攻撃が当たるんだね。あ、見なかった。普通に地震アタックした方がいいのか。これでレベルアップできそうだ。オッケー、レベルを、お、ルイジンを見てるじゃないか、後ろで。とりあえずまたフラワーポイント、マッチポイントに振っておくか。ほぼほぼ脳死だね。よし、じゃあ、スーパースタイルになった。次からもっとたくさんの観客が入る大きな舞台でバトルができる。おお、今マリオ何レベル？マリオが何レベル？あ、30か。200人ぐらい揃うのかな、最大で。オッケー、オッケー。またか。これじゃなくて、一応あ、もうないんだね。ついでにクラウダさんの、あ、いや、効果あるんだ。まあ正直意味なんてないみたいな。あ、ね、倒せるんか。じゃあ結構な短縮になるね。闇の宮殿、おお。もうほぼほぼハンマー倒せるか。お、諸刃の刃。ああ、これは持ってるね。で、氷、ほうほうほう、氷の息吹と、で、ついでにセーブと、バッチとハンマーと。オッケー。一応、これで倒す。炎が1と、謎解きとかあったら嫌だからね。大丈夫と。炎が1と、なんとか2だ。隠しがありそうだな、これ。一応嗅いでおくか。ないもな、ほん。ないのに上の階もある。こっち戻る方があるのかな？上の階あるの？なんか迷いの森的な構造になってるのかもしかして。ちょっとこっちで行ってみようか。なるほどね。多分普通に今回はまっすぐ行くのが正解なんだけど、なんか謎ある。何か変わったところがないか。ああ、炎があるとか、炎が消えてるね。炎があれば正解かも、しかして。それは気のせいか。もう炎が消えてるね。で、次は上に行って、もうできて、こっち側か？いや、戻るのか、今度は。戻って、
で、上か、あ、こっちか。火がついてるから開けて、で、戻る。で、下は炎がついてる。こっちだね。こっちに入って、セーブするところがある。10コインと破格だな。ねえ、この石炉爆発できる。変な部屋に出てこられ、お、出られたと思ったらこんなところ。かなりの広さですけど、ここって町の地下ですわね。一体どういう場所なのかしら。お、あ、ここ、お、奥も行けるんだ。手前すぎるか。あれ？なんかあると思ったんだけど。先制攻撃を受けた普通に。じゃあ、ハンマーで攻撃していくよ。防御力は正直高いんだな。ああ。変えようか。仲間チェンジでクラウダさんにして吹き飛ばしてもらおうか。うん、強いね。技で吹き飛ばして、ダメージ与えるのがめんどくさいんだね。惜しいね。普通にじゃあハンマーで攻撃しちゃう。よいしょ。おそらくチビ抑制で攻撃した方が効率いいんだよね。よし。普通にハンマーで倒しましょう。OK。後ろのセットが倒れきそうな気がするけどね。なかなかもう、これ以上強くならんっていうところまで来てるような気がする。おり。あ、手前も行けるの？なんかヒントありかな、これ。ジオハンマーで攻撃。一応ね。お。反対も。で、一応、いつも通り吹き飛ばして飛ばしていこうか。いやー、これが成功法じゃないのは分かってるけど。一応、ウルトラハンマーね。やっぱり。敵同士でぶつけるのが一番だね、これは。よし。ああ、防御に効けないな。まあ、すぐに回復できるから、何度も吹き飛ばし使ってもいいよ。ダメ。ウルトラハンマーね。やられない。おー、ガードがうまくいってない。ムチムチプレスでいけるのか、これ。まあ、せめて1はいってほしい。おー、いいね、ちょうどだ。で、ハンマーで普通に叩くと。いいね。アクロバットも大体できるようになってきたしね。さあ、2体倒したけど、何か変化起きたりする？しない。一応セーブしておこうか。おそらくね、両方、爆発で、
通るようになるのかなっていう勝手な予想なんだけど、そういう予想じゃないの。しかして、あ、そういうことか。ああ、口の中で爆発させろって。あ、おお、船で。もう一方はどういう意味の意図なんだ？アイテムだったら嬉しいんだけどね。船でか、どこまで行くの？あ、で、もう一つは奥の方のやつが壊れるのかな？外した。ここぐらいか。奥もあるぞ。なんだここ、ちょっと奥も行ってみるか。あ、やっぱりね。とりあえず入って、で、ここに開けて入ると何がある？3階？おお、まだ進めるのか。ちょっと、じゃあさっきのところちょっと行ってみるか。何ができるんだろうね、ここ。ここじゃないの。もう一個真ん中だ。この奥なんだろう。町？あ、上に行けるようになるとか？ボート。何が出るかな？何が出るかなって感じ。一旦地上に戻るパートとかあるんかな？あ、セーブしたかな？ちょっと微妙やな。ん？塔1階。なんだろう、この扉は。入れるわけじゃない。とりあえず、この上に何かあるか。おぉ。おぉ、2階？ん？マリオ、あれを見て。あれ？なんだ？大きいわね。一体何なのかしら。調べる。何かハマりそうなくぼりがあるよね。この形、何かしら。あ、何かしらで終わるの。じゃあこの塔の2階とか何かないか調べようか。なんかあるわけじゃないのか。ないね。なんかあるんかな。ああ、この先行くか。ちょっと何が余ってるんじゃろう。次の部屋のエリアに。とりあえずは、一旦セーブして続けようかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。